こんにちは、よしみです。今日もご視聴いただきありがとうございます。こんにちはと言ってはみたものの、今ですね、夜の10時過ぎで、私の夜の手帳タイム時間となっています。今からですね、5月の手帳のセットアップをしていきたいと思っていて、撮影をしているところです。ただ今日はですね、全部撮影しているとかなり時間がかかってしまうので、 M5 のセットアップ中心に撮影できたらと思っていて、その動画にしようと思っています。ぜひご興味ある方とか、暇つぶしに見ていただけると嬉しいし、5月のセットアップまだだよという方も一緒にセットアップいかがでしょうか。ご興味あれば最後までご視聴よろしくお願いします。では5月の手帳のセットアップを始めたいと思います。今日はですね、冒頭でもお話ししましたが、 M5 のセットアップ中心に撮影したいと思っているので、M5 からセットアップを開始していきたいと思います。 M5 は4月から使い始めていて、今一番楽しい手帳かなと思っています。皆さんもね、もしセットアップまだだよっていう方がいたら、一緒にやっていきませんでしょうか。まず M5 については、献立リフィルが入ってるんですよね。ここに今週だとこれですね。これにして、今日28なので、今日のところが終わりました。こんな感じで、これがね、買い物リストも書いてあるリフィルなんですけど、まずはこのリフィルのセットから始めていきたいと思います。で、このリフィルがですね、幸せハンコさんのリフィルなので、そのリフィルはもう用意してあるんですけど、穴開けからとここに書き込んでいきたいと思います。で、私が M5 の穴を開けるときは、このアシュフォードのマイクロファイブパンチを使用しています。で、このパンチなんですけど、ちょっとね、2枚ぐらいが限度かなと思っていて、厚めのリフィルは2枚ぐらいが限度です。私だけかもしれないんですけど、このパンチですね、挟んだ時にリフィルぴったりじゃなくて、ちょっと隙間があるんですよね。で、最初私この隙間に対して、あの真ん中ぐらいにしてとパンチするのかな、こっちですね、この隙間があるんですけど、この真ん中あたりでパンチするかなと思ってたんですけど、パンチの穴を開けてみたら、上に余白を取るだけで、わかりますかね、こっちはね、もうつけちゃって、下につけちゃって大丈夫な感じで穴を開けられるんですよね。なんて言うんだろう、この真ん中、この隙間、なんか下にね、もうこのリフィルがついた状態でパンチを開ければ、本当にぴったりな穴開けができるので、すごく便利かなって思ってます。で、こんな感じで穴を開けていくんですが、これもそう、ここに隙間ができるんですけど、それは全然よくて、下だけちゃんとつければもうぴったりな穴開けができます。手帳に収まる感じのサイズの穴開けができるので、すごい便利な穴開けだなと思ってます。ただ大量には穴開けできないので、ちょっと枚数はそんなに入れられないんだけど、綺麗にパンチができるので好きですね。で、このリフィルを次のところにつけていきます。
次のページがここなんですけど、この買い物リストの追加にこのアシュフォードのメモリーフライトの無地を入れているので、すごいペラペラなものですね。すごい薄いリフィルなんですけど、これを入れているのでここにセットします。このディープのノートタイプ11ミリリングなので、あんまりね厚紙ばかり入れちゃうともうすぐパンパンになってしまうので、この薄いリフィルを使えれるところは使いたいと思います。で、次の週がもう5月に入る週なんですけど、オレンジで書いていこうと思います。これ5月って抜きたかったけど書いちゃった。で、一応次の週のリフィルもねセットしました。献立を考えなきゃいけないんですけど、取り急ぎはこれでいいかな。取り急ぎ次の週と5月分のリフィルをセットできました。これがね献立メニューを考えるリフィルとなっています。で、次にですね、ドラマのリフィルですね。これはねもう穴を開けているんですけど、5月の見てるテレビドラマもここに書いていきたいなと思ってます。で、ドラマのリフィルはここに書いてあるんですが、ちょっとね色付けしてないんですけど、見たものはね色付けしてるんですけど、最近ねドラマを見れてなくて、てか今期はねそこまでいっぱい見てるわけじゃなくて、もう本当に見るものが決まってるかなっていう感じです。で、このリフィルも幸せハンコさんのリフィルなんですけど、私はこれがミニ6用のリフィルなんですけど、ミニ5にもこのリフィル好きなので使いたくて、本当はこのミニ6で見開き2ページで使う、2枚使うものだと思うんですけど、 M5 のに挟めるようにこれで1枚でこの1ヶ月っていう感じで使ってます。なので今回も同じように使いたいと思います。で、5月のねドラマの予定とかもここに書き込んでいきたいと思います。で、今日はせっかくなのでハンコもちょこちょこ使っていきたいなと思うんですが、これが手帳の相棒っていうものですね、のスタンプ、まあめったに使わないかな、これを使うのと、まあ色は薄めのこの時色っていうのを使いたいと思います。ただね、あんまりスタンプ押すとこないと思うんですけど、ここに使っていきたいと思います。で、この5月、で、曜日をこの空白のところに私は書いていこうと思います。で、曜日も書くことができました。
で、あとテレビドラマの他に私ネットフリックスもよく見ているので、なんか楽しみにしている配信が始まるドラマがあるので、その予定も書いていこうかと思います。で、ネットフリックスのスタンプをハンコの注文をしたので、これも押していきたいと思います。とね、ネットフリックスでブリジャートン家っていうドラマがあるんですけど、それが好きでまた始まるみたいなのでスタンプしていこうと思います。まあめっちゃ傾いたけど、であとは、まあ、今見てるドラマで5月も見たいものをざーっと書いていこうかなと思います。とこんな感じでドラマリフィルができました。こんな感じでね、リフィルに付箋を貼って感想を書いてます。まあ脱落ドラマとか、これは微妙だなって書いてあったりとかしてます。なので、5月はもううちの4月の前につけようかなと思います。このリフィルはとこの幅もあるので、ここで折ってしまいます。で、ここに切り込みを入れて、ここに切り込みを入れます。を入れるってリフィルをしまいます。ここに切り込みを入れたので、このリフィルもさっと広げることができます。で、4月はね、もう終わったら、まあ処分しようかなと思ってます。もうパンパンになってきちゃうし、5月のセットアップとしては、 M5 はあと YouTube の YouTube の記録ですね。ちょっとね、リフィルがねかなり閉じにくいので、ちょっと前に持ってこうかな、この YouTube 記録を。まあ、この YouTube の記録はチャンネル登録者数とか、まあ、たまに書いてるんですけど、まあ、それを書いたりとか、まあ、動画をアップした日っていうのは書きたいので、一応たまに書いてるんですが、これもちょっとだけセットアップしていこうと思います。ハンコも使いたいので、この幸せハンコさんのハンコを使います。で、インクはこの赤竹色を使うかな。この This Week っていう週のいつからいつまでって書くスタンプですね。薄いけどこんな感じです。で、一応3枚ハンコを押したので、これに
日付を書いていこうと思います。はい、これでリフィルの日付の記入ができたので、この YouTube の記録っていうリフィルがあるんですけど、それに足していこうと思います。で、これでとセットアップが終わったんですけど、と5月のね、これもこれはね、幸せハンコさんのまたねリフィールで、ただおまけでもらったものなんですけど、これでねちょっとハビットトラッカーをできたらなと思うんですけど、これがしようかな、筋トレとか今ストレッチとかを夜やってるので、それのリフィルを作りたいと思います。ハビットトラッカーので、そうだ、で、その前に、そう忘れてた、このねスタンプマルシェっていうのがあった時に、このねスタンプを買ったんですよ。ちょっとどなたのスタンプか忘れちゃったんですけど、このチェックできるものを買ったので、一応このここにねつけていこうかなと思ってます。この献立リフィルの下の方にスタンプしていこうかなと思います。なのでちょっともう一回献立リフィルに戻って、で、これのスタンプをつけていきます。で、これ枠にはね収まらないけど、まあ重なってもいいように薄い色ですね、この銀ネズ色っていうのでスタンプしていこうかなと思います。私あんまりスタンプを押すのが得意じゃなくて、もう綺麗に押せないんですけど、スタンプ楽しいので今日はスタンプでセットアップしてみます。めっちゃね下手なんですけど、こんな感じでどの食品類を取ったかっていうのをチェックできるスタンプですね。これはちょっと乾くまで待って、後でリフィルをセットしたいと思います。で、その間にさっきのハビットトラッカーが、これですね、ハビットトラッカーのリフィルを少しだけ作ろうと思います。と5月なのでこの5っていうのを、まあ、とりあえずスタンプして、このストレッチマーク、ストレッチマットレスのマークをちょっとスタンプして、あ、反対だったまあ反対になっちゃったけど、このリフィルがね替えがないからストレッチ筋トレって書いておきます。一応月曜日からの週のサイクルで、まあ、明日4月29日からやっていけたらなと思ってます。で、ちょっとこれ乾いてないかもしれないんでリフィルを挟んでおきます。で、さっきの献立リフィル
乾いたので、もう本当に下手くそなんですけど、こんな感じで食品類が分かるようにスタンプを押したので、これを挟みます。こんな感じです。で、と今ここにねつけてる通り、ピクミンにハマってまして、スイッチでもやったんですけど、今ねスマホでアプリのゲームでピクミンブルームっていうのを、子供とねやってるんですけど、その記録というかですね、このピクミンを集めていくんですけど、私は集めていくのが好きで、この記録をねちょっとつけたいなと思ってて、前もってプリンターで印刷しました。で、いろんな種類のねピクミンがいて、興味ない方本当に申し訳ないんですけど、こんな感じでいるんですよね。でちょっとそれを集めてて、でいちいちねなんかそこのスマホでピッて戻って、あと何がないかなって見るの結構めんどくさいので、手帳に貼っておけばパラパラ見られるのでいいかなと思ったので、ちょっとこれを貼り付けていこうと思います。皆さんはピクミンとかねやりますかね。私は娘がねすごい好きで、前もねピクミンに流行ってた時期あったのかな。でも今の方がグッズとかも売れてるとは思うんですけど、そんな感じで一応推し活なのかな推し活と言っていいのかわからないんですが、今日ねこのピクミンが出たんですけど、それを記録してます。なんか4月は慌ただしくないですか。私もと、特に上の娘が年長になってんですけど、バスのね時間がだいぶ前より遅くなったので、結構ね朝時間があるので、なんかその時間をね朝一緒に娘にねピクミンやろうよって言って、そのピクミンブルームっていうスマホのアプリは、ポケモン GO みたいな感じで、歩いてなんかいろいろ稼いでいくみたいな感じのアプリのゲームなので、ピクミンやろうよって言って散歩に出かけることが多いですね。ただ下の2歳がいるので、あんまり遠くまでは歩けないんですけど、朝忙しいですね。その散歩が。そんな感じでちょっと生活スタイルが変わってきたので、ちょっとねまだリズムがうまくついてないかなっていう感じです。水辺があったよ。ここに貼りたかったけどもう取れないよね。はい、こんな感じで推し活みたいなこともしてみましたはい、ここまでねやるのに、ね、結構撮影も兼ねてて、なんか分かりやすいようにと思ったんですけどね、かなり時間が
経ってしまいました。なので今日はね M5 のセットアップここまでなので、これで M5 はね終了するんですけど、まあ今日はもう寝て、また、まあ、撮影はしないと思うんですけど、このバレットジャーナルとこのいつものバイブルの予定管理とかしているもののセットアップは、まあ、また明日やろうかなと思います。ちょっとね、なかなか寝る間を惜しんで手帳タイムするっていうのがねしたいんだけど、今やっぱりできないので、ではですね、今日もここまでご視聴いただきありがとうございました。暑い日もあって、一回ね冷房を入れた日もあったんですけど、これからどんどん夏になっていくんですけど、私夏が嫌いなのでやだなと思っているところです。今日のね動画は以上となります。ここまで本当に見てくれてありがとうございます。また暇つぶしにですね、他の動画も見ていただけると嬉しいです。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。